2013-2014ISU グランプリファイナルおよび 2013-2014ISU ジュニアグランプリファイナルは2013年に日本で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。2013-2014ISU グランプリシリーズの決勝大会およびジュニアクラスの2013 2014ISU グランプリファイナル 2013-2014ISU ジュニアグランプリファイナルはそれぞれ2013から2014年シーズンの ISU グランプリファイナル ISU ジュニアグランプリファイナルで 2013-2014ISU グランプリシリーズ及び 2013-2014ISU ジュニアグランプリシリーズの決勝大会である シニア及びジュニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2013年12月5日から8日にかけて日本、福岡市で行われた。なお本大会はテレビ中継ホスト局であるテレビ朝日の開局55周年と九州朝日放送の創立60周年テレビ開局55周年のそれぞれの記念事業として開催した。 シニアの男子シングルは、ハニュー・ユズルが、日本男子として2人目の優勝。女子シングルでは、浅田真央が、イリーナ・スルツカヤに並ぶ、史上最多タイの4度目の優勝。ペアは、アリオナ・サフチェンコ、ロビン・ゾル・コービグミが4度目の優勝。アイスダンスは、メリル・デイビス、チャーリー・ホワイトが、史上最多の5連覇。表彰台に乗った3組は2009年、2011年。 2012年大会と同じ顔ぶれとなった。ジュニアの男子シングルは、金広仕様が3度の4回転ジャンプを着氷し、中国選手としては13年ぶり3人目の優勝。女子シングルは、ロシア選手が2年ぶりに表彰台を独占した。ペアは、うこさめ、金4組が優勝。ロシアは5組が出場しており、ファイナル進出数が6組に減ってからは最多。 8組だった2000から2001シーズンから2009から2010シーズンの間と比較しても2005年大会のアメリカの6組に次ぐ記録である。アイスダンスはアンナ・ヤノフスカやセルゲイモズゴフ組がロシアのカップルとしては5年連続で優勝した。成績上位6名が出場する。男子シングル男子、シングルメダリスト女子シングル女子。 シングルメダリストペアペアメダリストアイスダンスアイスダンス、メダリスト男子シングル女子、シングルペアアイスダンス入賞者にはそれぞれ一家の賞金が与えられる。競技後のエキシビション出演を断った場合は、グランプリファイナル出場選手は、賞金から5000ベドルが、ジュニアグランプリファイナル出場者は、賞金から1000ベドルが差し引かれるとされた。ありがとうございます。